始末は西軍か。どうした新入り、おじけづいたか。本当にいつになったら新入りって呼ぶのやめてくれるんですか。あなたこそかすり傷がついて戦意喪失しないように気を引き締めてくださいよ。よし、新入りでもあるまいし、拙者は決戦に向け闘志をみなぎらせておる。少しでもためらいやらば母のもとに帰るがいい。戦場で今のように立ち尽くされても困るのでな。ダメだ、ダメすぎる。あなたは励まし方が下手すぎますよ。豊臣軍は小田原城を攻略。天下は秀吉のもと統一された。だが豊臣の天下は長くは続かなかった。秀吉や前田利家が死ぬと満を持して家康が台頭する。それを良しとしない豊臣の将石田三成が挙兵。両者は日の本の中央関ヶ原で激突する。関ヶ原の最前線にはやはり直政がいた。敵陣には名将があまたいる。友と認めた島津豊久もいる。だが直政はただ徳川のため最善を尽くすのみだった。徳川の皆とともに勝利へ突き進むのみだった。徳川の新政は今や徳川に欠かせぬ虚勢となっていた。新政の将関ヶ原の戦い。最善を尽くす、それだけだ。やってみろ、新入り。数の上では不利だが、この決戦一見三成を討ち太平の世をつかむのだ。徳川の戦術いいの若様へと決まっている。この決戦でも無論一番槍は俺だ。どんな戦でもどんな敵でも。
それで俺を励ましてるつもりですか。感謝しておきます。全て撃ち果たす。いつまでも好き放題させておくものだ。西軍の鬼は B の若鬼が止める。開門。敵本陣に続く足場を取る。食い止める。譲れぬものがこの俺にもあるんだね。出過ぎだ。周りをよく見ろ。勇なる者は本田平八に挑め。急げ。手当てをしたらまた暴れますよ。本命は北だ。本陣北に兵を回せ。さすがだな、タクト。一度の流れを見抜いたか。俺たちこれにより。任された。中田と義継ぎ目の内に互いにお見通しか。その親友で戦わなければならない。敵将を討ち取った。貴様ら程度は俺に傷一つ残せない。敵将、我が年次の記憶に留め。直田水産、義経を捨ておけば被害が大きい。小早川を寝返らせ、一気に畳みかけよう。この大関の裏切りの道は、おそらく小早川に対する備えは万全だ。畳みかけさせてもらうぞ。キッカー殿、動かれよ。驚いている姫
それが最善だ。最善を尽くしたまでだ。なかなかやるな、新入り。このままでは本陣が危ない。ついてこれ。加勢してくれ。救援来う。あれ、この難に望みて引かず。そのまま走り続けろ。しかしこれに過ぎておる。自重するのだ。最善を尽くしたまでだ。しかも及ばずか。この程度で満足ってことはないですよね。あ、すまん。記憶に留めぬ。正義誰に言えば無感な勝負。なおばし水産水産には犯せる。命に変えても止めてみせよう。解剖押し通す。ついに良質に出てきた。やつを撃てば皇軍の勝利は確実。撤退する。もうやるで。
戦力を見誤ったか。ナオバが追算。任せやれ。なかなかやるな。これも長い。Can you hear me?
程度で満足ってことはないですよね。誰に挑むとは無関な勝負だった。敵が震えるぐらいでなければ、そんな口を開かれるようではまだ甘い。殿、どうか生き延びてくださいよ。まさか…ザコーン！任せやれ。ザコ、ヨシツク、トヨシさん、敵なら見事だ。あとは三成のみだ。皆で勝利をつかみに行こう。もう一人で突っ走らないんだな。寂しいぞ、新入り。この少年まで冗談はやめてください。無駄口叩いていると置いていきますよ。解剖！走りますよね。ダメですよ。周りと力を合わせないと。敵将を討ち取った。よくやった、新入り。もういいです。それより見てください。俺たち囲まれてます。この辺にしておくか。はあ？ダメです。ダメすぎます。徳川にとっての最善は完全勝利。違いますか？入ることくらい分かってましたか。そうか。では早々に肩をつけるぞ。もちろんですよ。
始末は西軍か。どうした新入り、おじけづいたか。本当にいつになったら新入りって呼ぶのやめてくれるんですか。あなたこそかすり傷がついて戦意喪失しないように気を引き締めてくださいよ。よし、新入りでもあるまいし、拙者は決戦に向け闘志をみなぎらせておる。少しでもためらいやらば母のもとに帰るがいい。戦場で今のように立ち尽くされても困るのでな。ダメだ、ダメすぎる。あなたは励まし方が下手すぎますよ。豊臣軍は小田原城を攻略。天下は秀吉のもと統一された。だが豊臣の天下は長くは続かなかった。秀吉や前田利家が死ぬと満を持して家康が台頭する。それを良しとしない豊臣の将石田三成が挙兵。